はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は努力に関するお話をしていきたいと思います。まあね、皆さん日々こう努力ってたくさんしてると思うんですよ。仕事のこととか、家庭のこととか、勉強のこととか、いろんなところで頑張って毎日生きてると思うんです。本当にみんな頑張ってるんです。で、そんな頑張ってる努力がとでもやっぱり報われたいって思うのが人間の差がだと思うんですよね。その報われる確率を上げていくためにはどうしたらいいのかっていう話をしていきます。で、努力は必ず報われるのっていうところでいくと、日々頑張る人にとってはね、もう努力は必ず報われるんだっていう言葉自体は背中を押してくれる金言だと思うんですよ。ところが、まあ実際疑問あると思うんですよ。努力してればほんまに報われるっていう疑問は誰もがあると思うんですね。で、そこに対して、まあ、そのズバッと言い切っているのが林瀬治先生っていうね、東進ハイスクールの先生でいますよね。テレビとか著書の中でこういうこと言ってます。正しい場所で正しい方向で十分な量をなされた努力は報われるっていうことを言ってるんですよ。だからただ単に努力してりゃ報われるよっていうのはそんな甘い話じゃないぜっていうことなんですね。で、この努力の話を深く掘っていくにあたって2つの思考スタイルっていう話があって、1つは硬直マインドセット、そしてもう1つが 2つ目がしなやかマインドセットっていうものなんですけど、硬直マインドセットっていうのは何かっていうと、自分の能力は生まれつき決まっていて変えることはできませんぜっていう、まるでナルトに出てくるヒューがネジのような考え方ですね。で、しなやかマインドセットに関しては自分の能力は努力次第で変えられるっていう、まさにナルトに出てくる渦巻きナルトのような考え方というところですね。まあ参照は11巻から12巻で見てみてください。ということで、しなやかマインドセットの人の方が、まあ、結果を出しやすいっていうのはこれだけ見ると見て明らかかなっていうふうには思います。ところがなんですよ。ところがマインドセットの誤解っていうのであって、しなやかであればいいというのは危険かもっていうことが言われてるんですよ。誤ったマインドセットをしてしまうと、むしろドツボにはまる可能性っていうのが出てきてしまうということなので、どうすればいいのかっていうのを今日は見ていきたいと思います。で、柔軟に切り替わるっていうのが実は、本当のところなんですよね。何かっていうと、マインドセットっていうのは単純にさっきの硬直なのかしなやかなのかっていうパターンだけではないんですよ。はい。で、あの人は硬直マインドセットだとか、私はしなやかなマインドセットだっていう切り分けてしまうっていうのは不正確な認識なんですね。はい。で、研究者の話によると、このあたりっていうのは同じ人であったとしても状況とか場面に応じて硬直することもあればしなやかにもなるということなんですね。だからどちらかのマインドセットしか備わっていないっていう、そんなわけはなくて、一人の人間の中に硬直することもあるし、しなやかにもなるぜって、どっちもあるんですよっていうことが言われていると。じゃあその切り替わる原因って一体何なのっていうと、何らかの問題が起こるからとか、実力で補うこともできない事態が起こるからとか、それから思わぬ収穫を得られるから、自分はもっと努力すればなんとかなるんだっていうふうに、いろんなことが考えられるんですよ。何か自分の力じゃどうにもできないことが起こってしまうと、硬直マインドセットが叱られてしまいますし、逆に自分の力でなんとかできたっていう場面があれば、しなやかマインドセットが育つっていう、そんな感じなんですね。で、大切なことっていうのは一体何かっていうと、結局自分はこんなマインドセットだっていうふうに思い込んでしまうのではなくって、今はちょっと自分の実力じゃなんとかできないっていうふうに硬直してしまってるなとか、あるいは自分でなんとかできるならしなやかになってるなっていう、今の自分がどっちであるかっていうのを冷静に判断できることっていうことが大事です。だからどっちかじゃなくて、どっちかになってるなっていうことを認識しましょうということです。で、もう一つの考え方っていうのが何かというと、しなやかマインドセットを持ってたとしてもまずい時があるんですよ。頑張ればなんとかなるって思い込んでるのが非常にまずいっていう話なんですね。で、がむしゃらの努力っていうのは、まあ確かに頑張ること自体っていうのはとっても大切なことなんですよ。ただ頑張るだけじゃダメなんですよね。戦略がないがむしゃらに、ただなんかこう毎日素振り100本やってれば大丈夫なんとかなるっていう風になってると、その努力自体無駄になる可能性があると。だから一本一本こう飛んでくるボール、投げられるボールっていうのを意識しながら、丁寧に丁寧に素振りをするのか、ただ単に100回こなそうっていう風に素振りをしてしまっているのかっていうので、無駄になるか努力が実るのかっていうので変わってきますよっていうことですね。で、これっていうのは子育ての場面でもよく言えたもので、単純に子供の努力を褒めるだけっていうのは罰なんですよ。それっていうのは、例えば、結果が出ているのであれば、その過程を褒めるっていうのはありなんですね。頑張ったねっていう風に褒めて、うん、頑張ったからだよっていう風に子供がちゃんと喜んでくれると。ところが、結果出てないのに頑張ってねって言われると、なんか単純に慰められてるんだなって思って、惨めな気分を味わうことになるんですよ。味わわせてしまうことになるんですよ。
これって大人にも言えることですよね。仕事で営業結果が出てないとか開発の結果が出てないのに、いや君は頑張ってるよって言われても、なんかこうね、嫌な気分になったりとか惨めな気持ちになっちゃうとか、そんな気分なのっていうところなんですよね。だから大事なのは、結果云々が出たとかっていうものよりも成長に意識向けましょうっていうことです。だから褒めれば何でもいいっていうわけではなくって、マインドセットをしなやかにしていくためには、マインドセットどっち持つならいいのっていうと、確実にしなやかマインドセットの方がいいんですね。だから努力がいかに成長に重要なのか、あるいは成長自体、努力自体が関わっているのかっていうことに意識を向けなくちゃいけないっていうことなんですよ。だから努力したことでどれだけ成長することができたかっていうことと合わせて、その実感がどれだけ湧いているかっていうことが重要になってきます。なので、ただ単にしんどい思いをしただけで成長の実感もなかったのに、いやー本当に君頑張ったねっていう一言で片付けられてしまうと、いやなんか努力って無駄なんだなとか、成長することができないんだなっていう硬直マインドセットの方が育てられてしまうので、そこは注意しましょうということです。だから褒めてしなやかマインドセットを育てていくのであれば、結果じゃなくってプロセスに意識向けましょうと、結果を出すために頑張ったプロセスに焦点を当てましょうということです。だから結果だけを褒めてしまうと、もともと持っていた能力が高いか低いかっていうことに目が向いちゃうんですよ。だからセンスがあるかないかになっちゃうんですよね。なのでそうではなくって、プロセスに目を向けて頑張り次第で結果を変えられるんだっていう意識を作っていく、こっちの方がはるかに大事になってきますんで、褒めるならそこに焦点を当てましょうということです。で、今日の最後に林修先生のおさらいということなんですが、冒頭言った通りで、努力をするのであれば場所と方向とその量っていうのが大切です。で、その後に大事になってくるのが、努力を努力しただけで終わらせるんじゃなくって、結果を出してなんぼっていう強いマインドまで育てることができれば、確実に努力を実る確率っていうのは上がっていきます。ただし心理学的に見れば、当然その努力の結果っていうのは欲しいなと思うところなんですけど、心理学的に見た時に、結果よりもプロセスを味わうことの方が人生を幸せにしてくれるっていう風にデータが出てますんで、何のためにどんなことを頑張るのかっていう努力のその中身自体を大切にするっていうことを忘れないでいただけたら、しんどくない、そして努力自体が楽しい、もっと頑張ろうっていう風に思うしなやかマインドセットっていうのが叱られていく、そんなところです。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。